今回は2020年度早稲田大学小学部英語長文過去問を解説したいと思います私の解説動画は英単語英文法の知識に自信がない方や知識はあるんだけれども英語長文の特典に結びつかない方向けに解説作成していますので一緒に勉強していきましょう過去問解説始める前に英語長文読解で抑えるべき3つのポイントについて解説します一つ目が英文を読まない考える二つ目が作者問題作成者の意図を組み取る三つ目が英文は抽象から具体に進むということです この3つのポイントを押さえて英語長文を取り組むとどんなメリットがあるかというと時短でコスパイク回答できることや正答率が向上するそれからそもそも英語を読まないので英単語、英文法の知識があまりない方でも英語長文で得点することができますポイント1つ目英文を読まない考えるですが、まあ、皆さん、ね、英文を読むものだろうという認識があると思うんですけれども英文を読んでいると難しい英単語とか難しい表現に出くわてそこで考え込んでしまって時間がかかって時間切れという経験がありますよねなので考えましょうということです 考えるというのは因果関係とか対比関係を用いて英語長文本文の話の展開を類推することをここで考えるというふうに言っています2つ目が作者問題作成者の意図を汲み取るバットとかハイバーとか逆説などって作者の主張がきやすいんですよねそういう作者の主張になる場所が説問になりやすいんですよねなので作者問題作成者の意図主張を汲み取ることが正当率の向上につながってきます 3つ目が英文は中小から具体に進む第一段落の1文目って結構英単語が難しかったり表現の抽象度が高くて分からないこと多いですよねで最初から分からないので不安になってしまって不安になりながら英文読み進めるみたいなことあると思うんですけれども英文というのは同じ話が具体的に繰り返されているだけなんですね なので同じ段落で言えば後半の方が英文が具体的になっていて理解しやすいとでそこを理解することができれば同じ話が繰り返されているだけですからその段落全体を理解できたということになりますよねそういう英文の構造というのも一緒に確認していきましょう。 攻略手順ですが、もちろんさっきのポイント3つを意識してもらいながら、英文は読みませんので、単語をピックアップしていきながらメインテーマを掴んでいきます。でここで言っている単語というのは別に難しい単語である必要はなくて、皆さんの知っているレベルの単語で十分かなというふうに思います。それから話の展開を類推するとで。類推した話の内容が正しいかどうかを確認する。これがステップ3になります。なので、まずメインテーマを掴むと。で、メインテーマが掴めたら、あとは類推確認。ステップ2、ステップ3。これの繰り返しによって英語長文全体を理解していくという流れになります。私の解説動画もこの攻略手順に基づいて解説を行っていきます。 では、英語長文本部の方を見ていきましょう。で、今回は注意書きが特にないので、英語長文本部の方から見ていきますが、先ほども言ったように、 え英文はね読みませんので英単語をねピックアップしていきますでピックアップすべき英単語というのは私ねマーキングしてますのでお手元に過去問がある方は同じ場所をマーキングするようにしてください逆に言うとマーキングしていない黒文字の英単語っていうのは英単語の意味がわからなくても問題ないと思いますここは私も読み流す見流す程度でやっていくのであくまでもねマーキングしている単語ここを見ていきながらメインテーマをつかむそれから話の展開の類推ねやっていきましょうということになりますはいそれでは早速見ていきましょう えー、特に、ね、新しい情報とか名詞、ねえー、そういうところはピックアップ、マーキングしていきたいです。で最初に、ね、出てくるところは、はい、Improve their health、はい、健康の向上というのが来ましたと。で、えー、その次は、Then y u s h o l take a familiar p a t、ね、よくみんなが、まあ、あ通る道があると。 はい、その次見ていくとねよく通る道が何なのかっていうところがこの以降具体化されてますよねはいポイント3でやった通りです英文は抽象から具体に同じ話の繰り返しです ファミリアパスのこれ具体化をしてくるわけですよね。だってファミリアパスだけだと何のこと言ってるのかわからないじゃないですかで。これはまだ抽象的なんですよ。だからここから具体化が始まるということですね。はい、見ていくと、はい、ヘルシーダイエット、ウォークアウトルーティーンあー、それからベタースリープときますね。はいまあ、そうですよね。だからダイエットしますよね。健康な体にスリムになろうとして皆さんダイエットするじゃないですか。ウ、ね、ォ、はい、ークアウトルーティーンとかね、はい。だからなんかこう筋トレとかしたりするじゃないですか。ということでこれ言ってるわけですよね。 まあこれは皆さんねやったことあるでしょうとういうことです。で、その次見ていきましょう。はい。ただ、バットって来てますね。はい。しかしながらと来ているわけですよ。はい。で、えー、これら、they all。この they って何を指しているんですかそれらって言ってますけども。このそれらっていうのは、今出てきた複数形といえば、 ファミリアパスですよね。このヘルシーダイエット、ローカウトルーティーン、ベタースリープ、モアウォーター。これですよね。 これらのことを指しているわけですよね。あの、ぜとか、ざっととか、dis とか、ざっととか、これ、指示語は必ず一回立ち止まって何のことを指しているのかっていうふうに考えないと、英語長文が何言ってるかわからなくなりますからね。指示語ってことはもうそれらって言ってるってことはもうすでに出てきているわけですから、ね、前を見ればいいだけです、はいえーで。その次見ていくと、それがイであってフィジカルヘルスだと言ってますね。えーまあ <ス>ー<プ>ソーシャルヘルスというのが今度出てくるんですよ。そして、ソーシャルヘルスとうのは、い over a オーバー・オーバー・ i n ングって言ってますね。はい、だから、このフィジカルヘルスとソーシャルヘルスというのが出てきたんだけれども、作者としては、これどっちの方を言いたいんですか作者としては、どっちですかこれソーシャルヘルスですよ。 フィジカルヘルスよりも作者は、これソーシャルヘルスの方をだって important to over all well-being って言ったのもうすべての中で最重要だ的いなことを言ってるわけですから。で、フィジカルヘルスも大切だけど、どっちかというと作者は今回はソーシャルヘルスについて話したい。 っていうことですね。このフィジカルヘルスとソーシャルヘルスの対比ですよ。この対比関係、皆さんちゃんと気づいてますかと。で、ポイント2ですよ。作者の主張、意図、ね。どっちの方が作者として主張したいんですかっていうところまでちゃんと落とし込めて考えられてますかということが大切です。はい、いいでしょうか。で、意の質問ですね。これ、フィジカルヘルスとか体ですから、ね、さっきのヘルシーダイエットとか、ね、ダイエットをするとか、まさにこれは。 フィジカルヘルスですよ。だって体じゃないですよ。まさに体ですよね。はい。なので、いいですけれども、これ何になるかというと、当然、ね、ダイエットをするヘルシーダイエット。ダイエットしたらフィジカルヘルスは上がるの下がるので言うと、当然、まあ、上がりますよね。だから、エンハンスでね、B、高めるでしょう。はい。ね。えっ、ー、と、なので、説問2ですね。説問2じゃないわ。えっ、ー、と、あ、違う設説問、これは、 設問さんですね。すみません。E ですね。設問さんの E なので、A、B、C、D ですね。はい。どれかというと、これは、でも同じですね。はい。だから、フィジカルヘルスが要は、高まる、要は、フィジカルスペースに要は、焦点を当ててるってことですよ。これ、フォーカス・オン・ B が正解ですとういうことになります。 ね、フィジカルヘルスを高めたくて、これヘルシーダイエットとか、つまりね、行うわけじゃないですか。ウォークアウトルーティーンとかね、行うわけでしょ、ということです。じゃ次の段落いきましょう。で、この段落は、だからフィジカルヘルスの話なの、ソーシャルヘルスの話なのっていうと、おそらくソーシャルヘルスの話ですよね。いいですかはい。で、ここもう一度確認しましょう。まあ、ステップ2ですね。か簡単なね、はい、話の展開の類推をするということです。で、はい。えー、なんか研究、 スタディ、ね、研究行われてますけど For example、はい、具体化されてます。だからソーシャルヘルスについてのこれ具体化始まる可能性ありますよ、はいか。あとはステップ3ですね。確認していくだけです。見ていくと、Person's ソーシャルサイクル来たじゃないですか。やっぱりソーシャルヘルスの内容だなってことがここでステップ3ですよ。流水した内容が正しかったっていうふうに確認することができるわけですよね。 で、次見ていくと、さらに、まあ、ソーシャルサークル。ね、パーソンズソーシャルサークルって言われても何のことがよくわからないんで、はい、見ていきましょう。そうすると、セラフォンアクティビティってきましたね。はい。なんかよくわからない。電話のアクティビティは、電話をかけたとか、電話を受け取ったとか、そういうアクティビティを見ることによって、セルフレポ,レ,ーレポティストレス、ハピネス、アンド、ベルビーニングレベルが、まあ、非常に、まあ、上がったと。オンバー、ベターって書いてますね。はい、上がったというふうに言ってます。 んかこのソーシャルヘルスってまあなんとなくでもイメージ皆さんつくんじゃないですか要はだから人間と人間のそのコミュニケーションですよねセレフォンアクティビティでもあるようにのねそのコミュニケーションの部分がね当然上がればソーシャルヘルスも上がるの下がるので言うと まあ、上がるでしょうっていうのが今回のこの第二段落の話でしょうということです。これね、そんなに難しくないんじゃないかなと思いますね。はい。で、えー、とあの説問がありますが、まあ、ここ並び替えなので皆さんでやっておいてください。で次の段落いきましょう。 でえっと my life、え my life さあ、my enjoyment、my social ネットはまだなんかこう s o c i ル l h e の話をしてそうだと。で all of those are strong indicators of my well-being ね。だから s o c i a ねえだからその社会的なつながり、人とのコミュニケーションが生まれればソーシャルヘルスも上がりますよ。ってこれ同じ話繰り返してるだけですね。はい次の段落いきましょう。えで supported by plenty of ロ、ねリサー,チえー、リサーチ、ね、でその後 studies have shown that social support is strongly associated with better mental and physical health. そうきたんじゃないですか。これも,もう同じ話の繰り返しなんで、もうここも本当に読み流す程度でいいかなというふうに思いますね。はい、だから、要は、ね、社会的なつながりがあれば、メンタル and physical health が上がるって、ただそれだけの話ですよね。はい なので、えー、とここら辺ももういいかなと。もう、カッコ1番のとかいいですよね。はい。えー、当然、ブーストしますよと。サーチャーズエクササイズって言ってますね。これ、えー、とブーストの後は、ブーストのエフェクトは、アルディラルシー・ベヘイバー、サーチャーズエクササイズって言ってるんで、 この絵はあれですよどっちかというとフィジカルヘルスの方を言ってますよね。だから人とのコミュニケーションを持つことが当然ソーシャルヘルスも上がるわけですね。メンタルフィジカルヘルスも上がるし、まあ、ここね、そうですね、フィジカルヘルスって言ってるんで、だからソーシャルヘルスだけじゃなくてフィジカルヘルスも上がりますよっていうふうに言ってますね。ここちょっと間違えないようにしてくださいということです。はい。だから、このメンタルヘルスっていうのはソーシャルヘルスのこれ、言い換えですよね。 表現が変わってるんだけど、同じことを指してますよね。だからこういう部分の言い換えっていうのもちゃんと気づけないとダメですよということですね。はい。ね。こういうところ大切ですとういうことです。で、ローの質問いきますか。ローですけど、どれになるかっていうことですけども、これは A ですね。プライオアですね。はい。 と、えー、ということです以前の研究ですね、はい。以前の研究です。っていうのがだってその後ろ見てください。study have shown that って言ってるじゃないですか。ね、研究が have shown。つまり、あのーあれですね、完了形ですよね。完了形ということは、過去から現在でこの研究というのは。 行われているわけですから、未来の研究じゃないですけどだから、以前のっていうことでしょう。これ、老が以前のっていうのが入るのは当たり前の話ですよね。ということです。それから、括弧の1番ですけれども、括弧の1番、これかな、説問の2ですね。はい、の括弧一1番ですけれども、これもいいですよね。はい。これはもう、ね、ブーストなんで、インハース高めるでしょう。 これはまあ、さすがに皆さん単語のね意味を知ってると思うんで、まあ、簡単かなとも思いますし、まあ、仮に知らなかったとしても、文脈からね、これは想像できるかなと思います。当然、社会的なつながりが上がれば、健康も上がるということですからね、それ以上でもそれ以下でもないって感じですね。はい、次の段落いきましょう。ソーシャルアイソレーションできましたね、はい、今度はこれどうですかプラスですかマイナスですかアイソレーションですよ。孤独なんですよ。独り身なんですよ。ってことはこれは この文脈上で言うと、マイナスですよね。そうですよね。だって、人と人とのつながりがあれば、健康もフィジカルヘルスもソーシャルヘルスも上がりますよっていうのがこの文脈なわけですよ。それが作者の主張したいこと、言いたいことですよね。はい。にもかかわらず、今回ソーシャルアイソレーションなんだから。ってことは、孤独になるとどうなりますかここで ステップ2ですね。話の展開、皆さん、類推できたかどうか、ここで頭使って考えてくださいということです。何考えなきゃいけないんですかステップ2です。話の展開の類推として。だって、孤独なんだからってことは、ソーシャルヘルスとかフィジカルヘルスはどうなるんですか上がるんですか下がるんですかここ考えなきゃいけないでしょう。とすると、どうですか 下がりますよね。当然下がりますよね。ソーシャルヘルスもフィジカルヘルスも。はい、でそういう内容になってるんじゃないかなって、ここを、ね、類推できたんであれば、あとはステップ3ですね。確認していくだけになります。はい、見ていくと、なってますよね。ハラス・オブ・クロニック・ディズイス・アンメンタルヘルスってなってるじゃないですか。ねはい、病気かかりやすくなりますよとういうことですね。でねそれ、もう一人意味でいるってことが、スモ、えーキン15年 えと15箱かな ?15 箱、1日で15箱、でガレットね、15箱、ね、喫煙するようなもんだ、タバコ吸うようなのと、まあ、同じくらい、つまり害があるっていうことですよね。はい。で、Imagine as Public Health a Epidemic in the US:Half、ねえー、of Americans が lonely だっていうふうに言ってるんで、 はいね、これはいいことなのか悪いことなのかというと当然、悪いことですよねだからいや、まあ、病気とかに今、アメリカ人とかなりやすい状況にあるということがこれ言いたいわけですよね、はいまあ、この辺が分かればいいんじゃないでしょうか、ねえー、でッコ2番ですけれどもこれはクロニックはもう慢性的なという意味ですよね、はい、なのでどれになるかというとこれ C ですよねロング・ターンですよね長い間長期間の間とういうことになります はい、じゃあ次の段の振いきましょう。 で、えっ、ー、と、ここら辺もまた研究内容が来ているんですけれども、何を言ってるかっていうと、f r s t causing does highlight our loneliness. はい。ここから少しね、えーと、話がまた変わっていて、じゃあ、ね、アメリカ人の半分が今孤独だっていう話をね、さっきの段落あったとして、ま、もあったんです、当てにましたけれども、なんこの段落でじゃあその原因は何なのと、なんでそんなにアメリカ人みんな孤独なの、一人目なのっていうことが、 ここでね、議題になっているわけですよね。フラットカラーズングって言ってますから、ここだからマーキングしておきたいです。はい。じゃあなんでなのって言ってるわけですから、この後の話の展開としては皆さん、ステップ2ですよ。 どうなるかというと、当然、その理由が、理由が書かれてくるんじゃないですか。はいね。理由が書かれてくるでしょうということです。はい。そう類推できたなら、次見ていくと、新しいワード来ましたね、名詞。はい。ソーシャルメディア。これは今まで出てきてなかったですけど、絶対マーキングしたいです。はい。ソーシャルメディア。まあ SN、SNS とかってことですよね。なんでここで SNS が出てきたんですかいきなり。こういうところ、ちゃんと皆さん考えましょう。 これもステップ2ですね、話の展開の類推になると思います。だって今さっき話の類推したのは、要は、なんでこんなに孤独が増えてるのかってその原因でしょ原因がこれから話展開されるんじゃないか。だからそこで SNS が出てきたってことは SN、SNS がおそらく原因なわけでしょ孤独を作り出してる原因になるんじゃないのかってことですよね、まずね。じゃあなんで SNS で孤独を作り出すんですか ここ考えてくださいここら辺考えられると早稲田は、ね、簡単になってくると思いますよ。非常に英語長文は。ここら辺がただ、ね、英文読んでそのまま、ね、和訳してる、ねえー、人だとこういうところがつまずいてきてしまうということですね。なんでかっていうと、だって SNS って要はまあ 顔の見えない人と、ね、えーまあまあ、LINE もそうですけど、まあ、顔見えてないじゃないですか、まあ、確かにコミュニケーションは取れてるかもしれないですけど、まあ、文字ベースとかですよね、でコミュニケーションを取っている、やっぱりフェイス2フェイスで直接会う、ね、コミュニケーションと比べたら皆さんどうですか、SNS のコミュニケーションって。 まあちょっとレベル感はコミュニケーションのレベル感は下がりますよね。はいまあ、孤独感としてもどうですかで直接ね、えー、顔を見合わせてね、えー、合ってるリアルで合ってるのと SNS でね,こうねコミュニケーションを取るのだったらどっちの方が孤独感ね感じるかって言ったら SNS の方が。 孤独感感じるんじゃないですか皆さんも。ね。こういうのは経験、皆さん自身でもあると思うんで、で、考えられる、ね、全然部分だというふうに思います。はい。だからそういうところがね、書かれてくるんじゃないかというふうに、ここの時点でもう類推できるわけですよ。もう、あ、そした後確認していくだけです。ね、速読になります。はい。えー、レミスフェイスとフェイス,ェイスコミュニケーション、出てきてるじゃないですか。ね。もう、話した、展開、類推した通りだということです。 while having meaningful in-person、uh, interaction, uh, being in a、uh, committed relationship,、uh, less lonely. そうですよね。だから、ね、フェイスとフェイスでコミュニケーションをちゃんと取ると、ね、非常に意味のあるコミュニケーションで、ね、less lonely ですね。ロンリーです。孤独感も減りますよと。逆に言うと SN、SNS ではやっぱり孤独感というのは解消できないですよとういうことですね。で、次見ていくと、はい、but loneliness tend to decrease with age、ね。ここ少し話変わってますね。 年を重ねるごとにロンディネスっていうのがまあ孤独感が少なくなってくるということですね。まあ、なんでなんだろうって感じですね。はい、書いてありますね。その次、because ですね。r h y t h n and perspective a f f o r m e d by years. ね。まあ、 何て言うんですかね、年を重ねることにやっぱり経験とか知恵とかも出てくるんで、まあそういう孤独感に対する、まあ対処する能力が上がるっていうことなんですかね、はい、みたいなことが書かれていますということです。まあこの辺はさほど重要じゃないんで、えー、いいかなというふうに思います。次の段落いきましょう。 で括弧3番ですね、説問があるんですけども、アンダースコ c o r ですね。はい。The importance of making time for family and friends. はい。making time for family and friends することはどうなんですかこれ、いいことなんですか悪いことなんですか作者の主張、作者の視点から考えてくださいね。いいことですか悪いことですかこれは いいことですよね。だってさっきの段落で、要は SNS なんかよりも、ね、直接ねリアルタイムっていうか、リアルで、ね、フェイストゥーフェイスで、ね、友達とか、 家族とかとやっぱり顔を合わせてコミュニケーションを取る方がやっぱりいいですよねっていう話をしてるわけでしょ。だから作者の主張としては SNS よりもフェイストゥ・フェイスのコミュニケーションなわけでしょ。この time for Family and Friends っていうのは多分フェイストゥ・フェイスのコミュニケーションでしょ。そうするとこれはいいですよね。だからコミュニケーション増進する。だから健康もどうですか 上がるの下がるのと、健康度合いは上がりますよね。こういうところをちゃんと類推して考えてくださいということです。はい、あとはもう確認していくだけですね。見ていくと、reviving a passive social life, maybe best って言ってますね。はい。ね。passive social life.、まあ、受け身のソーシャルライフ。 をなんか復活させることとがいいとここううことを言って受け身のソーシャルライフって何ですかねここら辺も考えいい人はもうこの時点でね、えー、何を言っているのか分かると思うんですけども、ねえー、なかなか難しい人は次ね見ていくしかないと思います英文は中小から具体に同じ話の繰り返しなので,、はい、で次見ていけば同じこと書いてありますよそうすると Most easily done by f i n i n g partners for enjoyable l i e exercising, volunteering, or sharing a meal, says, 言ってますかつまり要は ね、一緒にこう楽しみ、まあ、楽しみ合えるような、まあ、親友ですよね、エンジョイナブルね。親友的なパートナーを見つけることがパッシブソーシャルライフなんですよ。つまり、要は、なんていうんですかファミリーとかフレンドなんですよね。だから、自分からこう能動的にコミュニケーションを取らなきゃいけない。 ってていうことではなくてパッシブ受動的なんで、もうなんいつも自分の身近にいる、まあ、家族とかもそうじゃないですか、ね、いつも、ねえー、家に、ね、帰れば家族がいるということですよね。もう友達も、ね、学校行けばいつも、ね、決まった友達がいる。そういう受動的に、ねえー、楽しめる、ね。自分から能動的にコミュニケーションを頼むる受動的にもうそこにいればコミュニケーションを取れるみたいな、あそういうイメージなのがこれあ s a f e s ル c i a l l i ということでしょう。 はいえー、ということになる。また、受動的にこうコミュニケーションを、ねえー、取ることができるということが、えー、することが、まあ、いいんじゃないかとおいうことを言ってますね、はい。いいでしょうか。だから3番の質問からいりますけれども、お説問2のカッコさんですね、これ、どれになるかというと、だから、家族とか友達との時間は作るべきなのか作らないべきなのかというと、作るべきだというのが作者の主張ですよね。だから、説問にはこれ、どれになるかというと。 3番は、これ A ですね。エンフサイズですね。強調すれ時間をたくさん作った方がいいですよってことですよね。作者の主張がちゃんとつかめてれば、こんなところ迷わないですよと。 ということになりますだからアンドラ・スクワーズって単語の意味を、ね、暗記しようとしないでくださいね。皆さん知らなかったからって、じゃあ次回ね、えー、この単語が出るかどうか,のか分からないんですからね。そういうところね、あのー、試験委員というか、こう試験問題を作成してる方も求めてないですよ、そういうところ。ちゃんと、ねちゃんこう、作者の主張を、ね、この人捉えられてるのかなっていうのを確かめるために、このカッコさんの説問も置いてきてるんですよ。そういうポイント2で言いました、ね、作者、ね、問題作成者の意図をね、汲み取れるようになります。 ということですで。暗記を求めてないですよということですね。はい。えー、と、歯の説問もありますね。見ていきますけれども、これはどれかというと、歯は,は A ですね。アクティビティですね。はい。えー、アクティビティはライフエクササイズね。えー、エンジョイな、ねまあ、アクティビティでしょう。だから、楽しいこう活動をね。友達と遊んだりすることをね、えー。っていう、まあ、アクティビティが一番いいんじゃないですか。でしょうかね。ということです。 じゃあ次の段落いきましょう。で、またソーシャルコンメディアが出てきていますよということですね。ソーシャルメディアが u s ス、carefully and strategically ら、uh, St 言ってますね。はい。これ SN、SNS は作者の主張からすると、いいものなんですか悪いものなんですかこれ、悪いものですよね。まあ、あ、悪いものというか、あんまりいいものじゃないですね。いいニュアンスで出てきてないですよね。 これは前の前の段落で言った通りですね、はい。フェイスとフェイスのコミュニケーションが良くて、SNS というのはあんまり良くないですよというのが作者の主張なんで、まあ、この辺はまあ読み流す程度でいいのかなと思います。やっぱりマイナスだよねぐらいでいいと思います。た、はい、だ、インスタイここから大切ですね。だからそうとも言えないということですよね。Should, we should use technology. このテクノロジーは何のことを言ってますかこれ、ソーシャルメディアの言い換えですよね。 英文っていうのは同じ話の繰り返しなんでね、同じような意味の単語が繰り返されるんですよ。だけれども 表現が変わってくるんで、特に総形とかなればなってくるほど、難易度が上がれば上がってくるほど、同じ、ソーシャルメディアっていう同じ表現はされないんですやっぱり少し言い換えをね、出してくるわけですよ。こういうふうにテクノロジーっていうふうに言い換えてきたね。そういうとこちゃんと気づけるようにしていかないと、英語長文ね、なかなか難しいかなというふうに思います。はい。見ていくと、To Seek Our Meaning of Connection を見つけることには役立てるべきだっていうふうに言ってるんです。だから SN、SNS がまるっきりダメかっていうと、そうじゃないよ。 っていう風なことが作者の主張なわけですよね。そうじゃなくて、SNS は、まあ、使い方によっては、まあ、役に立つよと。その使い方っていうのは、要は友達、友人を探すってことです。seek out a meaningful connection. 意味のあるコネクション。だからさっきのまさにパートナーですよね。一緒にこう楽しめるようなあーパートナー。そういうのを見つけるっていう意味では、ああ、非常に SNS でも役に立つんじゃないっていうことですよね。はい。 ことが言われていますで最後、ファイナリーありますね。ス、え、モールソーシャルチェンジ can h a v e a large impact って言ってますね。はいえー、ここは何なのかよくわからないですね。スモールソーシャルチェンジって何のことって話ですよね。ラージインパクトって何のことっていう感じですよね。まあ、ただ、ラージインパクトは多分ね、ね今健康の話をしてるんで、多分健康が向上するんだろうなみたいなことですよね。わ、まあ、かると思うんですけれども、はいね、さらにここがポイント3ですよ。 英文は抽象から具体に同じ話が繰り返されています。具体化されていくんで、ここ見ていきましょう。そうすると、スモールソーシャルチェンジで何のことを言っているのかなというと、えー、ポスト・ミーティング・クラブ・セション・ウィズ・コールラーカーズ・ブリーフ・イントラクション。かまあ、なんかこう短い会話、ちょっとした会話でいいんですよということを言っていますね。はい、なんかその長々とした、ね、なんか会話じゃなくて、ちょっとした、ね、コミュニケーションが、要は何のことを言っているかというと、スモールソーシャルチェンジですよね。はい、が、どうなるかというと、 ラージインパクトを与えるわけで、ラージインパクトは何なのかというと、ソーシャルライフィルはリバーディング。これがラージインパクトですよね。ほら、具体化されてるじゃないですかと、こういうことです。もう本当に英語はね、これの繰り返しなんですよで。抽象から具体に同じ話の繰り返しです。次の最後の段落見ていきましょう。はい。クリックエクチェンジイントゥー・コンバステーション。ね。これはまあ同じことですよね。はい。イントゥー・モア・ミニング・フル・フレンシップ・オーバー・タイム。はい。でまあ、それが非常に重要だよとういうことを言ってるわけですよね。で、まあそういうことをしていくと、 コミュニケーションをこう取っていくとどうなるかっていうと最後もう2ですよね。はい。になっていくということなのでこの2は簡単でしょう。どうなるんですかコミュニケーションが向上すると健康が増進するんですよね。はい。でも健康の話がこれ、メインテーマですか。ここブレちゃいけないんですよ。はい。なので、設問の3の2はどれになるかというとこれは B ですよね。Maybe beneficial for you は r ル health ですよ。 ヘルスですよ健康を向上させると,こ,ういうこ,とこれがメインテーマでしょということです。はい。なので、あとは説明を、ね、解いていくだけです。1番から見ていきましょう。The key message of this article is that:、ねえー、キーメッセージは何かと言ってますけれども、これは どれになるかというと A ですよね。At、our physical health is directly related to the quality of, the, of our social life.、はい、はい。だからコミュニケーションを取ると健康上がりますよということですよね。Therefore, we should invest time into cultivating personal、uh, relationships. だからそうですね。コミュニケーションを、ね、増進するために、えー、まあ時間を投資した方がいいよということです。だから健康を向上させたいならね、えー、コミュニケーションね。 えー、に対して、ね、時間をかけた方がいいですよということです。今見ていきましょう。The study of the effect of our social life on health is particularly relevant today because, って言ってますね。はい、えー、言われてますけれども、これも正解は a, ?B ですね。a s y o u k n o w a t h e minority of American adults suffer from loneliness. これ書いてありましたよね。はい。だからアメリカ人の半分ぐらいがね、今、ロンリネス、孤独を感じてますみたいなね、えー、ことを言ってましたということ。それから3番見ていきましょう。According to study mentioned in this article. はい。ですが、3番はこれを A ですね。Being married and older m a d e loneliness less likely ですね。はい。だから、 えっと、年取ると、やっぱりこう経験とか、ね、孤独に対するこう対処の仕方とかがね、分かってくるんで、なんか孤独に感じる人が若い人と比べると少ないみたいなことを言ってましたよね。まさにそれがあー A 書かれてますということです、えー。4番見ていきましょう。どれになるでしょうか。えー、4番はこれ A ですね。ソーシャルメディア can serve to Uh, supplement face-to-face face relationship by helping us find i n g potential friends.SNS そうですよねだからっていうのは、ね、なんかこうコミュニケーションを取るツールとしてはちょっと face-to-face に比べるといまいちなんだけれども、ね、ただその使い方としてねその友達を探すっていう使い方をするのであれば SNS でも結構役に立つよねみたいな話ねされてましたがこれ A そのままそれを書いてます。はい、で、質問2質問3はやりましたね。最後、質問4ですね。タイトル。もう作者の主張ですよ。 作者の主張これ何を言いたいんですかもう一つだけですよね。コミュニケーションを増進させると、健康も向上する。これが作者の主張ですよね。そうすると、それが書いてあるのはどれですか ?D ですよね。Why spending time with friend is one of the best things you can do for your health.Friend、ねえー、との時間を、ね、増やせば、健康も上がりますよと。 おこういうね最後の出てくるタイトルの問題とかねっていうのは作者の主張がつかめてれば簡単に選べるし逆に言うと英文読んじゃって作者の主張がねいまいちちゃんとつかめてないね和訳できてなんか自己満足しちゃってるような人っていうのはこういう説問よとか後半の説問ね選択肢迷っちゃうんですよとなんか全部合ってるように思えてきちゃうとかねそういう感覚覚覚えてる人は 対外作作者者ののの主主張張がつかかめてないいいなな人でです。す。す。ちちゃゃんんととととと逆説後ね、ね、えー、見るようううににしましままょうということですはい、以上になります、えー、もう一度ね、真っさら過去もを自分だけで解けるかどうか確認してみてください。あの勉強というのは他人の思考プロセスを自分のものにするものですので、解説動画と同じ考え方、動き方ができるように自分の頭にね、すり込みをしておいてください。それから他の大学の過去問に関しても、再生リストの方に大学別でまとめてます。もしよろしければそちらもご覧ください。はい。それでは以上になります。お疲れ様でした。